ごめんね、迎えに来てくれたの？この作業が終わったら部室に行こうと思ってたのだけど。今日は君に頼めるものはなくて、気持ちだけ受け取っておくわね。急いで終わらせちゃうから、少し隣で待っててくれる？ええ。今年新しく予算を振り分けた運動部が、先週の大会で結果を出してくれたみたいなの。とんでもない。私の手柄なんかじゃなくて、夢を実現するために頑張ったみんなのお手柄よ。おかしいかしら。生徒会の作業だからっていうつもりじゃなくて、学校全体のために動きたいと思っているの。私は部活も大切だけど、同じくらい学校や生徒のみんなを大切にしたくて。周りからすれば、書類の整理をしたり、判を押したりしているだけに見えるかもしれないけど、ね。それに、君とこうしてゆっくり話す時間も大切にしたいし。君には部活のサポートをしてもらっているけれど、ただ事務作業をやってもらうだけではなくて、君とたくさん話してもっと分かり合いたいと思っているのよ。そうだわ。今日は宿題ないの？もしあるなら今ここでやっていったら？作業中、君が私の横顔をずっと見てたの気づいてるんだからね。今度は私が君を見ながら作業しようかな。